やばい、不安定、やばい、不安定だ。やばい、やばい。ああ、来た来た来た、会社落ちてきました。あ、やばい、重い。あ、来た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 。うなチャンネルのグッズ、好評発売中。はい、どうもです。今日もドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけど、前回は、ビーコンがリスポーンの前にあったらどんな反応するのかっていうドキリをしました。とてもとても面白かったので、もしも気になった方いたら、こちらから見てください。で、今回のドッキリの内容なんですけど、周りの人がみんな回線が落ちて、もしも俺と二人だけになったら、ターゲットはどんな反応するのかっていうドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回は回線落ちがメインですね。はい、ターゲットを募集していきたいと思います。じゃあ今回は練習なんですけど、まあ今7人いる。これは全員仕掛け人だ。最初の2分間は普通に縄張りバトルをしてる風に。あ、みんな回線落ちましたね、1人ずつ。あ、回線不安定になった、俺も。あ、動いた動いた、大丈夫だ。はい、こんな感じで、回線を他の人には落としてもらえます。残ったのは俺と、ターゲット。まあ、今回は仕掛け人の子がターゲットの真似してくれてるんですけど、実際には今からターゲットを募集して、視聴者にドッキリを仕掛けていきたいと思います。来ました来ました。今回のターゲットは、わーさん。衰えてますね。すでに衰えてるんですけど、この方にドッキリ仕掛けます。ちなみに今回はインスタグラムで募集しました。はい、マッチングしました。縄張りバトルアジフライスタジアムよろしくお願いします。まあ、今回はドッキリなので、最初の2分間は、普通に戦い。まあ、最終的にはみんな回線落ちてもらうので、僕とワーさんだけにはなっちゃうかなとは思うんですけど、みんなに回線落としてもらうので、2人になっちゃうんですよね。その後どんなね、行動をするのか、とても気になる。今、プロコン壊れてるからさ、やばい、なんか、マジでプロコン壊れてる。戦うのもいいが、ちょっとどうしよう、あ、でも、やばい、やばい、ボム、ボム、ボム、やばい、いっぱいいっぱいいっぱい、うわ、いっぱい来た、いっぱい来た、ボムいっぱい来た。危ないね。なんかいる。あ、やった、倒した、やった。落ちる、あー、当たんない。ちょっと雨が痛いな。くらえ。イェーイ。くらえ。あ、降りてたか。うまい。あー、当たんない。オッケー、オッケー、当たった。いい感じに真ん中取りたいね。ワンさんどこにいる？あ、いた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 、ワンさん、いる。頑張ってるね。わあ、めっちゃ頑張ってる。ちょっと近づいとこうかな。オッケーオッケー、もうちょっとで時間だ。ここから倒されないようにしないと。いるね、いるね。どっち行くんだろう。真ん中行った、真ん中行った。さあ、もうそろ回線落ちる時間です。1分！今みんな回線落とすと思います。やばい、不安定、やばい、不安定だ。やばい、やばい、やばい、やばいよ。あ、二人になった。あれ、動かない。あれ。あ、動いた、よかった、よかった。回線落ちたのかなと思ったけど。二人になっちゃった。ね、止まってる。ナイスしてみるか。あ、かわいい。返してくれた。二人になっちゃったね。え、塗ってる。塗ってる。えらいな。相手いないのに塗ってるよ。おい。かわいい。イェーイ。勝った、イェーイ。自分の回線が落ちてると思って、めっちゃ焦りました。では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 、2人目のターゲット、船しめじさんが来てくれたので、2人目にもドッキリを仕掛けていきたいと思います。
はい、では二人目のターゲット、船しめじさんがお部屋に遊びに来てくれたので、何もわからない視聴者に再びドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、今回も2分間は戦い、最後の1分で、みんな回線が落ちてしまうと。回線落ちってさ、結構頻繁にない？ガチマッチとかもそうだけど、プライベートマッチってなんか結構落ちるイメージがありまして、まあ、個人的に日曜日とか参加型で視聴者さんと生放送でね、バトルとかかくれんぼとかするんですけど、そういう時も結構落ちる人がいて、結構頻繁なんですよね。だからね、意外と違和感はない。あ、落ちてる。当たらなかった。当たらなかった。あ、また登ろうとしてる。せっかく登れたのにごめんなさい。何もわからないターゲットがここにいます。さあ、1分。ああ、来た来た来た。回線落ちてきました。生き残るかな、回線。あ、オッケーオッケー。雨怖かったね、今。あれ？どこ行った？あ、いたいたいた。あはは、ナイス！ナイスしてくれたよ。ねえ、よかった、仲良し。まあ、同じチームだもんな。みんないなくなっちゃったね。ねえ、どうしよっか。散歩しよっか。あ、ついてきてくれてる。あ、俺が行くところについてきてくれてる。嬉しい。付き人だ、付き人。出てくる。こっちだ。ナイスナイス。仲良くなれました。めっちゃびっくりしました。僕大丈夫かなって。3人目のターゲット来ました。ウロコ滝左近次、鬼滅の刃から来ました。そういえばさっきまでターゲット味方だったじゃん。まあ、味方は仲良くできて当然じゃないですか。今度相手にしようかなと思って、うろこ滝さんを相手にしました。うろこ滝さん仲良くしてくれるかな？はい、ということで、ドッキリの最後のターゲット、うろこ滝左近次さんに、仕掛けていきたいと思います。まあ、うろこ滝さんはドッキリを仕掛けられるような人じゃない。なんか頑固そうだよね。頑固そう、なんか怖そう。めっちゃ怒りそう。ね、水の呼吸の使い手。うろこ滝さん。俺を継承者にしてくんないか。あ、でもダメだ。敵なんだ。戦わないといけないのか。なるほどね。鬼滅の刃からね、来てますからね。今、とても大人気、鬼滅の刃。ちょっと最初のね、2分間は、茶番というか、こうやってね、様子を見なきゃいけないんですけど、どこにいるんだ？ジェットスイーパー持ってたんだよ。場所だけ確認しときたいな。当たれ。あ、当たら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 ぬ。当たらぬ。全然当たらぬ。左近次さん探そう。いや、本当になんか頑固そうだよね。見た目はね。お面をつけてるから。すげえなんか怖い。ひょっとこのお面つけてるからね。表情がわからんからな。なあ、外したー。あれ、左近次さんどこにいる？どこ？うろこ滝さん？あ、いたいたいた、うろこ滝さんいた。見つけたよ。ジェットスイーパー、ジェットスイーパー見つけたよ、うろこ滝さん。あ、残り10秒。残り10秒となりました。もう少しでね、みんな、仕掛け人が、回線落ちるんですけど、うろこ滝さんどこだ？え？左近次さん？うろこ滝さん？あ、やば、重い。あ、来た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 。多分正面にいる人か。え？動かない。動かない。ああ、びっくりした。あ、ごめん。危ない。あ、うろこ滝さん来た。攻撃してこない。あ、仲良くなれました？もしかして。相手でも？なんか、ふらふらしてるね。ふらふらしてる。混乱してるみたいになってる。落ち着きないな。どうした？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 もう最後仲良くなれたね。よかった、仲良くなれて。意外と攻撃されてた時も、あ、終わったかなって思ってたんですけど、攻撃やめてくれた。ねえ、相当びっくりした。
鱗滝さんめっちゃラフ。